僕は上杉一馬。表向きはおしゃれの穴場マスミヤでバイトをしている二十歳の普通の青年だ。しかし僕には裏の顔がある。それはギャー！マスミヤで起きる数々の怪事件を解決する探偵としての顔があった。上杉君、君にはこのマスミヤで起こる怪事件を秘密裏に解決してもらう探偵をやってもらおうと思う。え、僕ですか？そう、このマスミヤで起こる事件を内側から解決して、よりお客様に満足してもらえるお店にしてもらいたいんだ。なんで僕なんですか？どことなくだが名探偵。そんなこんなで僕はバイトをしつつ、裏では事件を解決する探偵をやっているわけですが、事件なんてそんなに起こらないと思っていたのだが、意外に多かった。どうしました？見てください、このディスプレイ。せっかくの今流行りのジャガーパンツに、あの上着、おじいちゃん、焼肉ランチの T シャツも絞られちゃってるし、かわいそうなことになってます。うわ、これってセンスがどうこうじゃなくて、ただ新しい商品を着せてるだけって感じですね。これを見て買いたいって思う人います？マスミヤはリーズナブルな洋服を展開しているだけじゃなくて、自分たちが売りたい、そう、トレンドを勉強して自分たちが売りたい、そんな商品を揃えているのに、いや、これじゃ良さが伝わらないな。個々のアイテムはすごくいいんだよ。だけど、せっかく押すならこのジャガーパンツ、これと合わせるなら、色味のあるこのチェックの柄のシャツを合わせてみたらかっこいいんじゃないかな。あと、焼肉ランチは美味しいけど、今回はなしということで。これだったら洋服の良さをアピールできますね。商品をただ並べるだけじゃなくて、お客様がこんな格好をしたいと思えるスタイリングを展開できるように声掛けしていきたいですね。ありがとう、上杉君。こうして今日の事件は解決したかのように思えたが、でもいつもこんな変築林なディスプレイになっていないんだけど、なんか変だな。ち